本番。嫌がせられば、水道用水が足りなくなる場合には、ダムに溜めた水を放流し、大雨の時は洪水を防ぐ、また、電気を作るという役割があります。通常は、発電機を通して放流しますが、観光ボートは、片方の放流管から、毎分15立方メートル、両方で合計30立方メートルを6分間、石小屋ダムの湖へ放流します。ご覧になる際は、柵から身を乗り出したりせず、また、水くるきに十分ご注意くださいますよう、お願いいたします。それでは、観光放流を開始いたします。
終了いたします。またのご来場をお待ちしております。見てらっしゃい。